平野紫耀、吉沢亮、竹之内豊を抑えて、栄えある大賞を受賞。2024年、彼が日本の数々の賞に輝く年となる、こんにちは、エンターテインメントの世界において新たな扉が開かれました。今回は、平野紫耀さんが吉沢亮さんや竹之内豊さんらを巧みに抑え、栄光ある大賞を受賞したことが話題となっています。 これまでの記事では触れられていないコミュニティとイベントの社会的影響に焦点を当てて、平野潮さんの輝かしい数年を再構築してみましょう。平野潮さんは自身の公式インスタグラムでフランスパリで開催されたルイ・ヴィトン2024秋冬メンズコレクションのファッションショーに参加し、その裏側やオフショットを魅力的に公開しています。パリの華やかな雰囲気とともに、ルイ・ヴィトンのダモラージュ柄のジャケットを身にまとった姿や、 エフェルトを背景にしたショットが話題を呼び起こしました。これにより、平野さんの異国の舞台でも光り輝くオーラが称賛され、ファッションシーンにおいても彼の存在感が際立っています。平野紫耀さんが所属するナンバーは、新曲、ごとで驚くべき成功を収めています。このグループは、滝沢秀明さんが立ち上げた新たなガイ QB に移籍し、新たな挑戦を繰り広げています。ごとはアイドルグループとは異なり、 ラップトランスをメインに据えた本格的な楽曲で、その斬新さが注目を集めています。YouTube の再生回数もわずか3日で1000万回を突破し、これまでの男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速の快挙を達成しました。この成功の背後には、ファンとの新たなつながりや、平野さんが所属する2バイトが昨年9月に発表した SNS へのガイドラインが大きく寄与しています。 ファンは画像や動画を通じて楽曲の拡散に貢献でき、これが事との大きな成功につながっています。音楽シーンにおいて、アーティストとファンの交流が一層深まる新たな時代の幕開けと言えるでしょう。平野志洋さんが所属するナンバーは、昨年12月24日に初回放送された飛べの夏休みハワイ独占密着の様子も話題となりました。一行がハワイのビーチを訪れ、 食事会やアクティビティを通じて親密さを深める様子が一般的な部活や会社の光景と変わらぬ微笑ましいものでした。特に、平野さんの魅力が引き立つ瞬間が多く、ファンはそのオフ感あふれる姿に感動しています。アンケート調査によると、平野耀さんがファンに愛される要因は、その人柄と性格にあるようです。バラエティ番組で見せるおちゃめな一面や、ライブ配信やコメントへの積極的な交流が、 彼の魅力をさらに引き立てています。ファンからは、優しくて誠実な一面が見て取れるファン思いな言動が好きといったコメントが寄せられ、平野さんのファンとの絆が深まっています。そうじて、平野紫洋さんはエンターテインメント界でその才能と魅力を余すことなく発揮し、数々の賞や成功を手にしています。彼の個性的で魅力的な一年は、ファンだけでなく多くの人々に感動と興奮をもたらしています。 これからも彼の新たな挑戦と成長に期待が膨らむばかりです。彼の躍進を見逃さないよう、今後の動向に注目です。最後に、アンケート調査から分かった平野仕様の魅力を紹介しましょう。2位にランクインしたのは、人柄性格。彼のバラエティ番組への出演や SN、SNS での積極的な交流がファンを引きつけています。ファンからは、彼のユーモアや優しさがたびたび話題に上がり、 彼との交流を楽しむ姿勢が好感を持たれています。2024年は平野紫耀の躍進が止まりません。彼の活躍に注目し、新たな一面を発見する楽しみを共有しましょう。